ては見事日刊スポーツ杯関東カップの栄冠に輝きました川村浩二選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。決勝戦は再び池田選手、原田選手との対戦でした。早めに動いてきました。いかがですか？そうですね、今日は先行したいにと思って、考えてました。では作戦通りということで。そうですね、はい。力強くしっかりと粘りました。強いですね。いや、七さんのすごい牽制で勝たせてもらったというのもあるんですけど、七さんの落車でちょっと素直には喜ばれないんですけど、はい。苦しい展開でもしっかり勝ち上がりましたが、3日間走っての感触はいかがですか？そうですね、初日は不甲斐ないレースだったんですけど、2日目もちょっとだらしなかったんですけど、今日はなんとか逃げ切ることができてよかったです。来月はオールスター競輪が控えています。ここで弾みにしていきたいですね。そうですね、やっぱり勝つっていうのは一番自分にとって、はい、自信になるんで、これからもどん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 頑張って勝っていけるような選手になりたいです。それでは改めて応援してくださいました皆様にメッセージをお願いします。これからも精一杯頑張ります。応援してください。ありがとうございました。